ハロー。こんにちは。ブンブン、あ、違うわ、それ違う人だ。違う YouTuber。 どうも、こんにちは。こんにちは。はい、また西田君との、質問が、はい、たくさん持ってきてくれてるから、順次行きましょう。はい、お願いします。大学で教えてる先生からなんですけど、答えを求めている人、なんで大学の先生って言った瞬間に俺がちょっと硬くなるはい、答えを求めている人に自分で答え考えてもらうためのコツっていうのがあります。答えを求めてる人、学生さんに教えてほしがるってことね、はい、自分で考えてもらう、はい、自分で考えるように話を持っていっても、うん、なかなか考えてくれないし、すぐに的確な答えを欲しがる。答えは言えるけど、すぐに的確な答えを欲しがる、うん、でこっちからまあ答えを言うことはできるんだけど、自分で考えてもらいたいなと思っていますと。どうすればいいのかなと。これ残念ながら、はい、お答えしようがないというか、うん、なんでかって言ったら、その学生さんの状態も分かんないし、それからその先生が、何のためにで、うん、どんなことを考えてもらいたいのかとかっていうことが分からなすぎるので、一般論で推測しながら一般論で話すしかないんですけどね、うん、どんな時にすぐに的確な答えを欲しがるなって思ったのかなとかってあたりもちょっと知りたかったりとかじゃあそれは西田君が聞いてこないと、はい、聞きます。教えてください。分かんないけど、うん、ねそうだね、今西田君が言ってくれたね、うん、その答えを知りたがる、なんだっけ、的確な答え、正確な答え、すぐに的確な答えを欲しがります。すぐに的確な答えを欲しがるのはどうしてなのか、そこに目的があるわけね、その学生のね、まあ、目的だし、それからその人のね、それがいいことだ、なぜならばっていうとかね、うん、そうすべきだ、なぜならばっていう、その人の信念とか認知構造があるわけだよね。で、そこの部分に踏み込んでいかないと、実は、考えさせるって難しいんだよね。だって本人は考える動機がないし、なんで考えなきゃいけないのかっていう図式がなくて、それなのにテクニックで考えさせようっていうことは変なんですよね。でもっと言えばね、いや本人が本当にそのただ、答えが欲しいんだと、でそのことに目的を持ってて、しかもそのことがですね、答えを得ることとかね、その知識を溜め込むこととかね、整理された知識を自分のものにすることっていうのにやっぱり合理性があるんだったら、うん、私は無理やり考えさせない方がいいっていうのが、うん、まあ答えなんだ。いや、だって資格試験受けたいとかでさ、で要はね、上手な先生がさ、うん、いい覚え方とかさ、いい整理の仕方を教えてくれて、ひたすらそれをゴリゴリ暗記するっていうのがいいパターンもあるもんね、うんうん、でまあ多分この先生はそういうこととは違うことをやってらっしゃるから、何かもっと考えさせたいと思うのか、うん、まあ、もしくはそういうものでも考えた方がいいんじゃないかと思ってるのかも分かんないんだけど、その理由もよく分からんし、よく分からんっていうのが申し訳ないです先生、お答えなんですけど、また詳しく話聞きに行きます。おすすめなのは、まあこの先生はもちろん考えた方がいいとおっしゃってるし、先生だから考える力が終わりだろうから、うん、やっぱりね、学生に何が起こってるのかっていうことを先生が代わりにちょっと考えて、うん、くださるといいんじゃないかなと思うんですよ、うん、要はね、考える力がないとか考えないとかっていうのをもうちょっと踏み込んでみて、要は考える気がないのかとかね、そもそもなんかどんなことを目的にしてて、うん、でとかね、いうこともそうだし、さっき言ったようにそのこの人にとって大学の授業っていうのはどういうものなんだろうかとかね、要はね、考えないってね、要は考える能力がある人でも考えないことあるのよ、考える気がないとかね、考えるよりももっといいことがあるとかね、で今日はそんなことをするつもりで来てないとかね、合うんだよ、いっぱい。で、あとは考えるにしてもその人はさ、考え方の道筋とかやり方が分かってないとかっていうのもあるし、それはなんか全学生に共通する要素もあれば、学生ごとにバラバラなものもあると思うんですよね。で、そこを整理して、それぞれのパターンで、例えば考える気がないんだったら、考えることと考えないことで何が違いが生まれるのかがちゃんと理解できるのかな。で、考える気持ちで心構えできてないんだったら、じゃあそこにどうやったらスイッチが入るのかとかね、で考え方が分かんないんだったら考え方っていうのをどうやって教えてあげられるのかとかね、っていうことをこう整理していかないといけないと思うんですよね。で、あとはね、まあ、ちょっとそれがなんか一般論というかの話であって、コーチングの世界では
みんなね考えるんですよ。でなんでかっていうとね、あのコーチングってほら考えさせられるものだし、そういう前提で来てるからなんだよね。あのだからクライアントはなんか答えが実は欲しいんだけど、でもなんか外側にある答えじゃ満足できねえなってあの思ってるし、で満足できねえんじゃないかとか満たされねえんじゃないかって思ってるし、であの私たちのところに来てね、私たちに考えるのを手伝ってもらったら、さあこれなんですよ、もしかしたら先生あの考えることを手伝ってあげるっていうポジションを取ったらいいのかもしれないよね。で、あの私はねとにかくね、あのなんていうのかな、クライアントが考えやすくなるようにね、考えやすいところから考えやすい切り口で、で徐々にね段階的に考えを深めていくっていうことをやるわけです。あの例えばですよ、あの西田君にね、西田君将来何やりたいってこう聞いた時にね、あのそんなにこう出てこなかったりすることもあるわけです、うん、まあ、西田君はそんなことないと思うけどね、でいや分かりませんって、僕何やったらいいですかねとか、何が向いてると思いますか、いやいやそれ自分のことだから自分で考えなって言っても、でもどうしたらいいか分かんないんです、うん、でこの人考える力がない人かというと多分ねとっつきづらいのかもしれないんだよね、うん、まだこのことが普段から考えてないからねこのジャンル、うん、でそしたらどうするかっていうとさ、あの例えばね、じゃあさ西田君ってねこれまでどんなことやってきたのと、その例えばバイトどんなことやってきたね、うん、でなんか具体的に楽しかったのってどんなこととかね、もうなるべく具体的に、で具体的なことが考えられるから、でどんなこととかね、で西田君どんな趣味があるのとか、これまでどんなこと学んできたのとか、それ具体的に、でその中でも面白かったりとか興味持ったり夢中になったりしたことってどんなことね、でそうかって、もし例えばそういう職業に就いたら自分にどんなことが起こるんだろうねって、例えばそういう会社で働いて、そういう会社だったら例えばさどんな仕事があると思うって、あそういう研究するとかってあるんだねって、じゃあちょっとさ考えてみてって研究して、でだんだんなんかね、そこでさ仕事慣れてきたらさ、なんかどんなものを開発するとかね、どんなものについて考えるなんて仕事があるのかねと、でそれやっててさ、そしたらどんなあの商品が出来上がったりとかねってこうするんだろうかとか、で周りの人たちはどんな感じなんだろうね、で心で働いてるのってさ、なんかすごい楽しいとか幸せとかね、これ続けたいっていうのが10点満点だとしたら何点ぐらいかねとかっていうのをこうナンバリエーションがやってみたりすると、自分のさこう傾向が分かってきたりとか、そのなんかあやっぱりこういうのはいいけどこういうの違うかなとかっていうのが出てくる。でただねやっぱりその考えてもらうにしても、あの素材がないからですよ、あの結局あの社会科見学に行かせるとかさ、インターンに行かせるとかさ、あのドキュメント見させるとかね、あの、まあ、もしくは自分がお客さんとして行ってさサービス使ってみるとかで、それをしながら問いかける、あの実は体験学習っていうのはいつでも使えるアイデアで、本人が体験をしながら自分に問いかける、この会社のいいとこなんだろうとか、自分がここにいたら何やるんだろうとか、ここにいたら自分はどんな気持ちなんだろうとかね、で要は体験があって問いかけがあるとそれについて考えやすいって、うん、あのまあ、こういう原理原則がありますから、あのコーチはそういうものを使いながらなるべく具体的に考えやすいところから考えていって、まあ、それでこう足場を作りながらですよ、うん、本丸の本当に考えてもらいたいようなところに持っていくということをこうしてるわけです。で、先生なんか役に立ちますかこういう話をとか言って、ですからね、ぜひ、先生に何かあのいろいろと考えて新しいアプローチを作り出していただきたいというあのとんでもない教えになりましたまあね、でも本当そもそも大学の先生立場で何が期待されてるかっていうのもあるし、それこそ大地さんが言ったようにそもそも考えるっていうことをと違うパターンで頑張っている、つまり話を聞くとかすぐに答えを欲しがるとか、そっちの方が今は最善なんだって思っていて、たまたま動機がない時もあれば、まあ、楽ちんだからね、うん、今ね携帯でもう、まあ、打ちもしないもんね、うん、あのみんなね音声でね、うん、なんとかっつったらバーって出てくるからね、うん、で普段の習慣でとか今までたまたまそういうことをした経験がないから、うん、どこから気をつけていいのかわからないとか、うん、まあ、なんかいくつかは混ざってるんでしょうけど、分解してね、そうですね、分解していくと見つかりそうな感じはしますね、うんうん、そうですね、うん、であとはやっぱり学生さんの本当の目的っていうのに気がついて、うん、であのその目的な、要はあの先生がまず推測してあげるんですよ、この子の目的はこうなんじゃないかとかね、うん、
で、人間は目的のためだったら動きますから、うん、だからその目的と絡めてね考えることっていうのをやっぱり促していくことだし、そこをやっぱりね、それで考えられないっていうのを分解した上でステップバイステップで考えられるような仕組みを作ってあげるっていうことを、することを、コーチである私はおすすめしますとか言って、なんかこんなのでいいのかなあとはご自分的な考え方からすれば、先生が本当にどんな授業をしていきたいのかなもだし、いやもちろんそうですよ。あとそのなんだろう、でそれって今の立場とどういうふうに折り合いというか、学校の先生として大学の先生として期待されていることと自分がやりたいことのそのこう共有されるところってどんなところなのかなというふうに折り合いつけたり、シナジーを生かしていけるのかなってあたりもよりしっかり考えていくことが何かしら、どういう授業をやりたいのかの目的だよね、なんか要は、そのね、先生に限ってはそんなことないと思いますけど、こういう授業をやりたい、なぜなら、自分が受けてみてよかったからとか、こういう授業をやりたい、なぜなら最近流行ってるからとかっていう意味だったら、そこにその生徒を巻き込むのは本当にいいのかどうか分かんないですもんね。そういう意味ではご自身がその要は本人たちにとってこういういいことがあるし、でこれによって本人がこうな、ね、たちがこうなるんだって、だからやりたいっていう目的の部分を明確にされて、でそのことを情熱持って伝えるだけでも考えようっていう気持ちは相手側に芽生えるかもしれないですもんね。そういうなんか、ことをコーチである私どもは考えております。この、レポートは ABCD で言うと先生どんな感じですか？応援してます。はい、よろしくお願いします。また経過聞かせてください。